ライバル。あれ早いよあれ。これどうなってんのこれ。バンクすごい。これ。あーピッピンした。すげー広い。はい、IFS ミニコースに初挑戦の渡るくんです。で須田さん風に解説入れてみました。今日いないです。はい。最近よく見るけど須田さんいない。そうだね。今日はどこ行くって言っとったっけ須田さん。今日どこ行くんですか。どこ行くんだろうね。旅に出てる。うん。これは危ないサーキットですね。さあどんなもんでしょうか。お立ち台以外ですね。あの低いんで壁が怖いです。奥見えないですよ。そういうお家？吹っ飛ばされることもない。やるなら全然吹っ飛ばすだけ。うん。ちょっとコース解説入れながら走ってみて。コース解説。はい。なんかめっちゃ面白い。お、鳴った鳴った。曲がってるところがこう。うん。ハンドルまっすぐにする。そうだね。今日公式オープン。いいね。なかなか走れてます。かっこいい。ライバルが登場しました。逃げ切れるでしょうか。なんかタミヤグランプリってこういう壁なんですか。ライバルが登場しました。ギフタム仲間のライバルです。今日オープンだったんですよ。今日オープン知らなかったっけ。安藤さんちょっとスピード速くないですか。あ、スピード合わせた。本当ですか。じゃあ高速コーナーがうまいんですね。うまい。ライン取りがうまいんです。さすが朝7時から来てたよ。7時半ですね。
たよ。よっしゃ。怖いわ。怖いわ。怖いわ。営業妨害。営業妨害。以上にしたんですよ、はい、それが本当に、はい、どうだったんですか。いや、今からなんですよ。ああ、そういうことです。審判の時なんですよ。前タイヤついてないけど、いや、忖度なしに、前タイヤつけろ、忖度なしに出さなかったから。いや、でもしそれ取ったら営業妨害。ちょっともう一回合わせ直して取り直して、うわ、一度だ。最高最高。コイルなっていう動画にしたら、俺のスマートは一度流してやってくる。そうでしょ。ここがゼロですね。はい。で、1度、やっぱりあのキャンバーゲージだと2度で2度、リバウンドってどれぐらいと、リバウンドね、今これ本物の橋本さんや。あれは本物やで。チーム橋本が。でもね、このボディつけるとね、速なるっすわ。5馬力アップするんで。5馬力でかい。そう、でかいですよね。100馬力ぐらい。うん。エアクリア交換ぐらいのパワーに、パワーっすね。そうかい、橋本さんと橋本さんでやり合うんですわ。一人消えましたね。本当見えんな。いや、見えんすよね。あれかよ、ナックルが。ナックル壊れた？あの、あれ？あ、ダメっぽい。ダメっぽい？コースがだんだん壊れた。橋本さんが切りもみ。あれね、僕のせい。あ、なんかあったっすね。手前でラインを外したんです。サポリのラインだね。バッテリーもう終わった。早くね。ドンガメレースの。ドンガメマシン。ドンガメシン。こんなに広く争うとのは早かった。トルクがあるんですよね。なるほど。あれ回転数だけで直線だけ抑えられてる。うん。トルクがあるね、難しいですよね、でもね。ちょっと、結構テクニカルなんで、ね。うん。なんかね、食わんのにトルクがあると、気を失う。そうなんです。怖いですよ。キャンバー増やしたらいいかも。キャンバー50度ぐらいにしようよ。いやいや、この。立ち台もうちょっと高いとね。倍ぐらいあるといいね。倍ぐらいあるといいですね。
やってるね。やってるね。あのこのポリカの音がするたびにテンションがある。ブン。上がるね、テンション。うわって早いよ、ね。はいはい。あ、違う違う。次のターン俺はミラクルショートカットするぞ。あ、おお、ごめんごめん。いいよいいよ。あ、優しさがあったり。ミラクルショートカットなんかあるか。どうやってかね、ここをね、まっすぐハンドルを戻すラインをね、あ、考えなかんなみたいな。はい。あやったやったやった。ちょっと巻いちゃったっする。あ、2巻きますね。お、今よかった。もうタイヤ。マッチングアプリ。分からへんね、買わな。買わな、分からへん。分からへん。買わな、分からへん。分からんと思うからね、分かりにくいと思う。まあ、いや。なんか裏切られる。なんか裏切られる。終われそう。ここがね、すいません、ウィーン、でも11秒台入りましたね、できる9秒台、ウィーン、あー、嫌な音した今、また前奏曲がっちゃうっすね。久々にやると面白いわ。あ、おー、危ねえ、今のだ、あった狙い、よかったね。見えとった、見えとったよ、すげえね。あ、やられた。ちょっとずつ離れてよ、やっぱり。あれ？今ね、裏切られたの？いやいや、裏切られた。